皆さんこんにちは、タイピョンです。今日も一日よろしくお願いいたします。今回の動画はこちらでございます。稲葉物置でございます。うちのね、部屋が少ないんで、ここになんていうのかな、キットハウスとかプレハブとかコンテナとか置いて部屋を作りたいという話をしてたんですよ。ここにガレージがあるから、上からねプレハブとかをクレーンで吊るしてここに置くっていうことができないんですよ。でキットハウスとかいろいろ調べたんですけど、結果ね一番安いもので25万とか30万ぐらいして、そこから輸送とか組み立てとかいろいろすると30万とか40万とかしちゃうんですよね。で30万とか40万しちゃったら、もう一個ガレージ買えるっていう話になっちゃうんですよ。なんかいい方法ないかなって思った頃に給付金が払われました。ホームセンターでね、こういった物置をセールで 35% とか 40% で一括で割引くっていうサービスがあったんで、今回ね部屋を作るために稲葉の物置を買いました。ホームセンターのさっきのセールで10万ちょっとで買えたんですよ。工事費と設置費、あと輸送費とか込みで10万ちょいでこれ買えたんですよ。これを改造していくんですけど、稲葉物置の NXN40 でございます。高さがざっと2000、横幅が2200、奥行きが1800と、物置としては結構大きなサイズを選択したんですけど、この物置を部屋として使えるように改造していきたいと思います。どこまでのレベルを目指すかというと、まあ居住できる別室というか離れというか、そんな感じを考えています。床作って、壁作って、天井作って、あとは窓と換気扇とエアコンですね、一式装備したいと考えています。幸いなことに 100V の電源は近くまで来ているので、電気工事屋さんに引き込み工事を依頼する予定です。コンセントとか照明の根元とか自分で作ってみたいんですけど、自分でやると違法なんですよね。これ今回が第1回目の改造なんですが、今回は壁ですね。壁を作っていきたいと思います。まず断熱のためにスタイロフォーム厚さ 20mm を8枚買って、カッターで切って物置の壁の筋と筋の間に埋め込みました。壁のデザインはまだ考えてないので、そのまま使ってもそこまでおかしくないように OSD 合板の厚さ 9mm のものを選択して、この合板っていうのはなんか基準があるみたいですね。高さが1820あるんで、この高さを天井と仮定して合板を縦で使いました。合板のカット自体はビバホームで購入時に50円でカットしてもらえたので、正確にカットできたと思います。ぴっちり正確にこの物置の室内の広さを測ったつもりだったんですけど、合板の反りなのかねじれなのか若干隙間が空いちゃいました。で壁の固定方法なんですけど、まず上の部分は物置のこの部分を使って当て木で挟んでビスで固定、下側は床を作る時にたるきで枠を作るから、たるきの枠を使って四隅を押し付けるような感じで固定しようと思っています。上を仮で固定してみたんですけど、合板の真ん中あたりがやっぱりたわむので、真ん中あたりも押し付けるような感じで固定する必要があります。物置の筋の部分にタッピングビスで固定させようと思ってるんですけど、今回は鉄板がちょっと硬すぎてビスが貫通しなくて諦めました。ドリルで下穴開ける必要があるんですかね。で壁なんですけど、使い方としてはせいぜいクロスを貼るか装飾するくらいを想定していて、なので耐久性はそこまで必要じゃないかなって思ってるんですけど、ただ小さい窓とエアコンと換気扇は設置したいなって思ってるんですよ。そんな感じでとりあえず今回は壁、ピングビスで固定できなかったんで仮ではあるんですけども、物置の壁の部分はこんな感じで完成です。次回はタルキを買って床の作成と電気の配線の引き込みを予定しています。まあ、これも僕じゃなくて電気屋さんにやってもらうつもりなんですけど、もし詳しい方、こうすればいいんじゃないかとか、こうやれば簡単に金かけずにできるよとか、何でもいいのでアドバイスあればいただきたいと思います。はい、そんな感じで今回の動画は以上となります。じゃあまたねー。